TV をご覧の皆さん、もう一回ね、はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。塾女レポーター、英子です。今日は新永田駅の、新永田商店街、一番街商店街の中にあります3代目ギャブ屋さんにお邪魔しております。はい、こちらが店内になります。はい、あ、こちらオーナーさんですね。はい、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。じゃあ今日お店の方をご紹介していただきますのは、はい、お名前を教えていただけますか。はい、上田と言います。はい、上田さん、こんにちは。はい、こんにちは。こちらなんですけれども、はい、あのラーメン屋さんなんですけれども、はい、どのような特徴のあるラーメン屋さんになりますでしょうか。そうですね、鶏を使いまして、鶏特有のスープなんですけれども、はい、濃厚なんですけど、濃厚かつあっさりしてヘルシーなというラーメンをコンセプトに豚骨ラーメンを販売しております。はい、ありがとうございます。はい、中心メニューは何になりますか。中心メニューは鶏骨ラーメンといいまして、鶏をベースにした、鶏骨スープの鶏骨ラーメンなんですが、あと、はい、年末に向けて、はい、こんなクリスマスチキンとかも販売していたりとか、はい、なんかよくからいっぱい出てきますね。クリスマスパックですね。はい、はい、あとですね、一緒に居酒屋もやってるんですが、はい、こちらのラーメン屋でも宴会とかできますんで、はい、あ、今ちょっとコメントが入りまして、男前登場、ラーメン食べた、ラーメン食べたことあります、美味しいですよねっていうコメントが入っております。 ありがとうございます。はい、はい、こちら居酒屋の方もやってらっしゃるんですよね。はい、はい、そうです。はい、何店舗やってらっしゃいましたっけ。居酒屋は、はい、内外で3店舗あります。3店舗、はい、はい、たくさんありますね。あと、はい、来年元町に新しいお店が開きますんで、はい、そちらの方もお願いします。はい、来年は元町にも新店舗ができるそうですので、はい、はい、今日はね、お昼からね、ちょっとね、素敵な、はい、お嬢さんたちが、はい、お嬢様たちがこちらで宴会をされていらっしゃいます。はい、こんにちは。はい、プリプリコラーゲン娘の皆さんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではちょっとお伺いしたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。あ、まだコメント入ってます。お昼から女子会ですねっていうことなんですけれども。そうです、はい、今日は何の会なんですか。今日は名前だけでいいんでしょうか。某ファストフードで、はい、リーダーをやっている会議の後で忘年会をしております。もうね、できるね、女たちの会ですね。その通りでございます。はい、ありがとうございます。ヤブヤさんにはよく来られるんですか。いや、私は個人的には3回目です。はい、まあ、3回、はい、こちらのね、お気に入りのメニューとかありますでしょうか。こちらのお気に入りのメニュー、これはラーメンを一遍食べたことあるんですけど。あ、そうなんですね。はい、前のや、4代目の矢部さんから3代目の矢部屋さんにはしごしたので、私はラーメンを食べてないんですけど、主人が美味しいと言っていました。あ、そうなんですね。もうめちゃめちゃもう矢部屋ファンですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、私は矢部屋のここが好きという のをある方いらっしゃいますか。はい、矢部屋の素晴らしさを語っていただきましょうか。ちょっと、はい、今コラーゲン鍋をいただいているんですが、はい、すごく速攻性があります。はい、もう見てください。あ、じゃあプリプリです。素晴らしいです。皆さんもぜひ食ってください。はい、ありがとうございます。お昼のですか、いいですねっていうコメントが入ってます。はい、すいません、お邪魔しまして。もうどんどん盛り上がってくださいね。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、はい、それでは皆さん、はい、こちら見ている皆さんに何か PR をお願いできますか。はい、そうですね、ここ何日間かすごい寒い日も続いてますんで、鶏骨ラーメンすごく体も温まりますんで、ぜひ3代目やぶやにぜひぜひ来てください。今日も明日も毎日待ってますんで。はい、毎日待っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。